トナカイさんなんか食べてる？何食べてる？何やそれ。YouTube で「小畑チャンネル」と検索してみてください。皆さんこんにちは、小畑チャンネルのトナカイです。皆さんこんにちは、小畑チャンネルのトナカイです。ババです。今日はサンタさんにお手紙を書こう。2022。私はサンタさんだから。私はトナカイだから。というわけで、毎年毎年、クリスマスツリーを飾り、サンタさんへお手紙を書き、今のところ、無事にサンタさんは、毎年毎年、プレゼントをくださるのですけども、今年は一体どうなるでしょうか。どうですかね、サンタさん。どうでしょうね。一人くらいあげれない人がいるからね。じゃあ、早速、サンタさんへお手紙を書いてもらうんですけども、第1希望から第3希望ぐらいまで、つらつらっと書いてもらおうかな。第3希望まで。第3希望まで。もしかしたら、1個しか書いてなくて、もうサンタさんが手に入れれなかったら、もうどうしようもないやん。もうわけのわからん適当なやつくれるかもしれない。だから、第3希望ぐらいまで書いとこう。で、ちーこちゃんの分も代わりに書いてあげてよ。トナカイさん。はい。同じ動物だからわかるでしょ。わかります。言ってることがわかります。私はひげが山でちょっと。もうおじいさんいいです。じゃあトナカイさん、ちーこの分も書いてあげてください。はい。じゃあマミ。はい。ため息してこんな。じゃあこれこう貼るよ。言葉で書いてもいいし、ちょっとだけ絵を添えるでもいいし。どんな何をニヤニヤしてんのあいつは。トナカイさんなんか食べてる？何食べてる？カルパス食いながら撮影に挑むなよ。なめとん。いや、せっかく自分の鼻を噛んでるのかなと思ってたら、カルパス食うてんのかい。全部んだけひらがなになってた。みんなのところにもサンタさん来るかな。どうかな。パパとママにも来ないかな。来ないよ。パパはスニーカー欲しいな。用事の休養のよ。タイチワのはなんで隠してるの？なんで隠してるのって。何やそれ。ちいこ、おやつかさ、あれ、おやつか、何だっけ、大好きなのに。コストニーがなかった場合は、もうサンタさんの好きなもの選んでください。思い出した。というわけで、サンタさんへのお手紙が完成したようです。それでは小一男子たいちくんから見てみましょう。こんな感じ。なんか一生懸命書きすぎてボロボロやけど大丈夫？こんな感じ。あとこっち。もう全部逆さになる。これは絵描いたの？ツリーと何これ？どれ？ツリーと何を描いたのこれ？お風呂の蓋？違う。ちいこのケージ。ケージか。ほら見て見てるやん。確かに。じゃあ、たいちくん、お手紙の内容を読んでください。はい。サンタさん、おしまい。プレゼントいらんのかな？いらん。じゃあ次、こはるちゃん。はい。サンタさん、たいち。たいちは、スカーレットとバイオレットが、合体し、どこ？しているやつを欲しいです。無理だったら、フォートナイトの、5000V ワックスをください。それも無理だったらいっぱいの韓国グミをください。終わり。以上でいいですか？スカーレットとバイオレット。全員ひらがない。スカーレットとバイオレットってポケモンの話？サンタさんがわからんかったら。時は諦めてな。無理だったらゴートなの。なんか違うスカーレットとバイオレット来るわね。じゃあ続きましてかはるちゃんのお手紙読んでいきましょう。はい、どうぞ。サンタさん、はい、小春の欲しいものは、1、ダンス用の鏡が欲しいです。おお。2番、はい、2番、いろんな韓国のグミがたくさん入ってて欲しいです。なんか弟とかぶってるな。3は黒いダボっとした服欲しいです。今書いたやつの中でどれでもいいので欲しいです。裏、はい、裏は YouTube で「こはたいチャンネル」と検索してみるそしたら小春たちが出てくるので、もしよかったら見てください。宣伝してるやん。うん、次ちいことな、困るようにも書いてくれてるな。私の飼ってる犬とハムスターのプレゼントもお願いします。犬の方はおもちゃをお願いします、ハムスターの方は何でもいいのでおやつをお願いします。YouTube でちいこと困ると検索して犬とハムスターが出てきます。よかったら見てください。ちいこ0歳7ヶ月、おもちゃしもかな。ハムスターかっこ困る1歳、何でもいいのでおやつ。裏はクリザードリー。おー、俳句読むで。待ってそれと一緒に俳句が書いてんの。はい、いくで。ちょっと待ってや、ツリーを見せて。めっちゃすごいやん。うまい。いくで。で、そこに俳句があるの。いくで。じゃあどうぞ。クリスマス、サンタ来ないか楽しみだ。とあと、ねえ、まだあるから。サンタさん、夜に見れるか。じゃあ今年もサンタさん無事に来てくれるかな。来てくれるといいな。もう毎年言うけど、もう日頃の行いが影響してきますよ。ね。まあ頑張ってくれ。健闘を祈るわ。はーい。クリスマスの夜、いやじゃないわ、朝か。泣かんとってな。もし、サンタさんいなくても。サンタさんおらんわ。クリスマスから。違う、プレゼントがなくても。クリスマスはな。クリスマスは来ます。プレゼントがなくても泣かんとってな。泣きます。じゃあお手紙はママがしっかり預かっとくので、サンタさんに届けときまーす。じゃあサンタさん、こはたいチャンネルちいこと困る検索してね。お願いしまーす。バイバーイ。私はサンタ。私はミオ。こはたいチャンネル。検索してる。ちいこと困る。面白い。じゃあ次はちいこと困る。